皆さんこんにちは、ドラム講師の片平です。今日はルディメンタルチャレンジ11ストロークロールの最終日、ダイヤモンドをやっていきます。ダイヤモンドということで、でテンポダイヤモンドなんですけど、160から180、かなり速い、ね、なので160、170、180、それぞれ右手リード、左手リードでやっていきます。頑張ってね、ダイヤモンドもクリアしたい。じゃあ、いきます。はい、ということでなんですけれども、もはやできてるのかできてないのかよくわかりません。なんだかね、ここまでいくと音の粒立ちを確認するのも精一杯みたいな、それぐらいの速さになってますね。なんでセーフ、勝手にクリアにしちゃいます、ね。まあ、もっとクオリティ高くできるようにしたいですけど、まあ、それは、今後もっともっと練習時間かけて、クオリティはさらに上げていきます。とりあえず、自己満足のために勝手ながらクリアとさせていただきます。申し訳ございません。はい、ということで、ね、11ストロークロールはこれでおしまいになります。また来週月曜日から、ね、違う新たなルールメンツチャレンジしていきましょう。ではまた来週会いましょう。バイバイ。